はい、皆さん、こんにちは。りょうりょうパンダです。じゃあ、始めます。今回は、質問がありました。明日、雨が降るんだったよね。というのと、明日、雨が降るんだよね。というの。この二つの違いです。明日、雨が降るんだったよね。明日、雨が降るんだよね。何が違いますか？だった。だですね。ここが違いますね。で、2つとも正しい文なんですが、両方とも使います。合っています。で、ある時には同じ意味になります。ただ私が人に聞く時は同じ意味になるんですが、少し違う時があります。場面をちょっと作りますね。女の人と男の人がいます。この二人が今話をしています。で、女の人は、荷物に傘入れた？と聞きます。そうすると男の人は、入れてないよ。と言いますね。その時に女の人が、明日雨降るんだったよね。と言います。または、明日雨が降るんだったよね。と言います。これは確認をしています。難しい言い方で言います。日本語教師はこれを再認識または想起の他と言っています。この時の明日雨が降るんだったよねと他形を使いますね。これは確認の意味が強いです。で、2人とも明日雨が降るということを知っていて、女の人が自分が覚えていることが正しいかを男の人に確認します。この時は、明日雨が降るんだったよねと聞きます。で、今度は次を見ます。新しい場面です。また女の人と男の人がいます。で、2人が話をします。女の人は、荷物に傘入れた？と聞きます。で、男の人は、入れてないよ。ここまでは一緒です。で、次、女の人が、明日、雨降るんだよね。または、明日、雨が降るんだよね。と言います。この時も確かにさっきと一緒、確認の意味もあります。でも、それは、よね。があるから、このヨネが確認の意味があるので、さっきの文と今の文は2つとも同じ確認の意味はあります。で、さっきの会話との違いは、明日雨が降るのが分かっているのに、どうして傘を入れてないんですか？とちょっと怒ったような感じで女の人が聞いているかもしれません。なので、ちょっとそんな感じで聞いてみると、さっきの場面に巻き戻し、女の人と男の人、荷物に傘入れた？入れてないよ。明日雨降るんだったよね。っていうのは、女の人は特に怒っていないし、ただ確認をしているだけですね。ところが、次の場面、女の人は言いますね。荷物に傘入れた？で、男の人が、入れてないよ。そうすると女の人が、明日、雨、降るんだよね。で、ちょっと怒ったか。なんで入れてないの？という意味で言うことができます。そう、さっきの会話との違いは、明日雨が降るのが分かっているのに、あんた、どうして傘入れてないの？ なんですが、そう。
これはね、再認識は早期の他と呼ばれるもので、さっきも言いましたが、うん、つまりちょっともっと難しい言い方をすると転すという言い方がありまして、はい、日本語は過去の形と比較、つまりだったとだは同じような意味を持っていることがありますが、今回はちょっと場面を変えると、うん、意味が違います。なので、なんで日本人は明日雨が降るんだったよねって確認するときに、この過去の形、つまり竹ですね。竹を使うのかというと、うん、これは確認しているんですね。確認するときに過去の形を使うことがあるので、決して過去にしたいわけではないです。うん。再認識の他、または早期の他と呼ばれるものですね。これがさっきの文とこの文の違いです。うん。わかりましたでしょうか？じゃあ今日はこれで終わります。